魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんおはようございます。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。なんと帰省直前になって、あの折りたたみスマホがさらにお得になったので速報でお知らせします。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。年度末までにチャンネル登録2万名様を目指して奮闘中。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。今年発売された Google の折りたたみスマホ、 Google Pixel Hold、 気になっている方も多いのではないでしょうか。ソックは Google Tensor G2、 RAM 12GB、 ROM 256GB、 アンツツベンチマークバージョン10のスコアは約75万、ミッドハイレンジクラスですね。開いた状態で 7.6 インチ、閉じた状態で 5.8 インチ、防水は IPX8、 お財布携帯 30W 急速充電の 4821mAh、 ワイヤレス充電にも対応しています。 4G、5G ともに国内主要周波数に対応しているのも嬉しいポイントですね。 au の販売価格は定価25万3000円。ポップでは以前から端末単体2年後返却で実質55,300円、MNP や22歳以下の新規契約なら実質33,300円なのですが、都内の家電量販店でポップの出ていない高騰施策でさらにお得になっていました。返却なし、端末のみ総額17,397円、2年後返却なら実質22,047円、つまり回線契約なしのレンタルで22,047円となります。MNP や22歳以下の新規契約ならさらに割引が入り、返却なしの支払い総額が 148,397円、2年後返却なら実質47円となります。在庫限りで26日までの施策とのことです。こちらはリスナーさんからの情報提供で知ることができました。その後テコも家電量販店のスタッフさんに確認したところ、本当にやっているとのことで動画にさせていただきました。教えてくださったリスナーさん、ありがとうございます。レンタルとはいえ、定価を考えたらものすごい割引だと思います。ただ、スペックはピクセル7シリーズに搭載されていたソックなので、性能はミッドハイレンジクラスとなります。普段使いなら問題はないと思いますが、重たいゲームなどを楽しむには心もとないかもしれません。返却なしの場合、148,397円と高額なので、お試し感覚で使ってみたい方は、レンタルしてみても良いと思います。このチャンネルでは、リスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安 SIM やスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は、動画か X のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタン、X のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ではでは、今日も一緒に、頑張ってこう。またね、バイバーイ。